はじめまして、僕、ロボフォン。楽しい旅にしようね。昔この辺りに、茶碗屋久兵衛っていう陶磁器を売ってた人がいたんだって。この人の商品がとっても人気があったことから、茶碗坂って名前がついたみたいだよ。この辺りで一緒に写真を撮ろう。しば漬けの老舗のお店があるよ。寄っていこう。そこを右に行くと三年坂だよ。ふんふんふーん、ふんふんふーん。いい日だね。はい、チーズ。うまく取れたかな。あ、ロボフォン。あ、ロボフォン。First, the oil foundation called Bintsu Kayabura is put on. It's the same kind of oil that sumo wrestlers use for their top knot. 舞妓さんや芸妓さんの顔は真っ白だから、アイメイクや口紅で血色を良くしていくよ。色が赤なのは厄除けのためだと言われてるんだって。Welcome to Gion Hatanaka. I will introduce this ryokan.入住时间是从下午15点开始。お鍋全体に膜が張ったら食べ頃だよ。祇園早川へようこそ。今夜は少しの間ゆっくりくつろいで贅沢な時間を楽しんでください。